エンディです。今日は一日タイ料理、タイの屋台、タイのレストランを行って食べまくる日になってます。1軒目は、ここからタクシーで大体10分ぐらいの場所にあるんですけども、今からタクシーに乗ってそのレストランに行こうと思います。あ、いや、すいません、今タクシーに乗ってレストラン1軒目、朝9時からのアポイントで行こうと思ったんですけれども、昨日のお昼ご飯食べた屋台のお母さんが、うちのトムヤムラーメン食べてきなよって言うんで、ごちそうしてくれるそうです。まずちょっとタクシー乗る前に朝ご飯です。予定外そうじか。タップか。マイ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 。あ、いくつ、ユー三万か。三万。あ、2万か。クリエント2万か。毎日ホテル変わります。はい。あ、トミヤム。トミヤム。一票。めちゃえ。トミヤム買うの？はい。あ、そうだ。トミヤム買う。え、なんかね、カオカムのトミヤムくんバージョンなんですって。ちょっと僕さっき間違えちゃいましたけれども、ごちそうしてくれるって言うんで食べちゃいますよ。昨日僕がこう食べながら撮影してたら、あんた何してんですかって言われて、動画撮ってるんですよって言ったら、お、うちもやってほしいって言うんですよね。早速このステッカーを貼っちゃいました。早速朝一の、カオカームトムヤムバージョン食べてみたいと思います。グツグツ、うわ、卵とこれなんだっけ、揚げたやつ、豆腐のね、すげえ。トムヤムがこの辺だ。本当美味しいかな。これ言えるんだって。ごちそうになります。そうか。普通のやつにトムヤム入れるんだ。匂いがすごいね。え、ご飯もくれんだ。へえ。おいしそうだね。いや、すごいましたよ。もう僕こういう食レポやって15、16年、17年ぐらいやってるんですけど、いつも後でどういうメニューだったか、名前とか料金とかすぐにメモがどっか行っちゃったりするんですよね。だから最近これ動画になってそういうのがなくなってきたような気がします。なのでもうこの動画の撮るときに料理の名前とか値段とかをね、全部もう聞いちゃおうと思ってるんですよね。グンメー、グンメー、はい、グンメー、ニーアライカアネハモトミヤムカオムトミヤムカオムトミヤムミタオライカアリーセイスアリーゴムセイスニーアライカニーハモカモカオムパロ
オリジナル、オリジナルのカオムパロカオ5バーツ、タイ10バーツ、ご飯が、ご飯が5バーツで卵が10バーツだって。タイ人のプライス、ラカーコンタイ。早速食べてみますよ。これ日本人の料理ってあるのかな、多分。じゃあこのお店の一番人気の、カオカームーの、カオないんだね、カームートミヤム、カオムートミヤム食べてみます。すごいお肉が。まずスープから行こうか。すごいうまいこれ。カオカームーの味とトミヤムとすごい合うね。うん、最高これ。これがお母さんが食べに食べに行ってまた追加で持ってきてくれたやつ。これはね、カイパロおでん、カオカームーのおでん、すごいでしょ。こっちは漬物があるの。どういう組み合わせなんだろうな。もうね、このお肉がホロホロホロって感じなんですよ。ホロホロって。ほろほろで、おでんなんでこれですよ、厚揚げ。いやこれ厚揚げ美味しいね。この味がすごい染みてるのこれ。これね、このタレがすごく美味しいんですよ。このタレとご飯をこう合わせて、これこんな感じで、どうでしょう。じゃあで、ご飯と一緒に、アロー。本当美味しい。お店の名前なんだろうな。チャルン君通りの72番のね、ところにあるんで、ぜひトムヤムとこのカオカームーの、この組み合わせ斬新だ。なロングラマダ、ラマダホテルの出て左。本当美味しいですよ。アジアティークに行った帰りに寄ってもいいよね。ที่นี่นะครับกี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งครับผมเฮ้ยพี่ขาย3โมงครึ่งเนาะค่ะเนี่ย7時30分からお昼の3時30分ぐらいで終わっちゃうんですって。だからアジアティークに行く前にここで、ご飯を食べてからアジアティークですね。これがいいと思います。僕もね、また来ます。